トランプ大統領は1月18日2021年国民生命の尊厳の日に関する宣言を出しました。この宣言にはおよそ50年前の連邦最高裁の判決に対する批判的な意見が含まれています。トランプ大統領は中絶を認める最高裁の判決に対し一部違憲と主張し、まだ生まれていない何千万人もの赤ちゃんの命を奪うことになったと述べています。 トランプ大統領は命の神聖さを尊重する文化を回帰させることはアメリカの最も差し迫った問題を解決するために非常に重要であると強調しています。イギリスの週刊誌スペクテイターは1月15日アメリカ政府の報告書によるとトランプ政権は中国への援助金を2019年の6200万ドルから2020年には3000万ドルまで減らしたと報じました。 昨年、体中援助額は約52%削減されました。1月6日に起きた議会乱入事件の際に、ペロシ会員議長のパソコンが盗まれたとされています。ここに来てある人が1月6日、抗議者が議会を襲撃した際に、一人の女性がパソコンあるいはハードディスクを盗んだのを見た、そしてロシアへ売ろうとしていると証言しました。連邦捜査局 FBI は、 事実確認のため捜査しています。副大統領に就任するカマラ・ハリス氏が就任式2日前の18日、カリフォルニア州知事に辞表を提出し、上院議員を正式に辞任しました。NTD ジャパンがお伝えしました。